こんにちは、お久しぶりです。5月の4日水曜日、11時を迎えしました。たいちゃん、歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大蔵です。こんにちは、ゆっきー。はい、こんにちは、勝田、ゆっきーこと勝田接骨院広報部長の勝田ゆき子です。たいちゃん、おかえりなさい。どうもありがとうございました。ご迷惑かけましたよかった、なんとか無事に先週ミキサーできましたね、バッチリで止まんなかったんだけど、うまくやってて、いやもうそりゃもうすごい気合い入れて頑張りましたから。でももう3人でね、もうすごい協力して頑張りましたから。そうだね、本当にというところで、横浜銀馬翔さん、こんにちは。どうもこんにちは。5月の4日、緑の日ですね。お、はい、5月に入りまして、4月はね、ずっと先週、うん、うちのリーダーのランさんの、はい、ね、ランさん月間でランさんの曲かけてきましたけど、はい、5月って言ったらあなたさつきですよ、さつき。はいはい、うん、ね、全国のさつきさん、はい、お元気ですか今月はさつきさんのために頑張りたいと思いますよ。大ちゃん、はいはい、まあ、大ちゃん帰ってきても、うん、このピーカン、すごい今日いい天気です ね、日が一つかピーカンですよ、うん、もう大蔵がさ、はい、あの先週さそうそう、ね、熊本行ってたらさ、すんごい雨だったんでしょ。はいはいはい、すごかったですよ。でも孫の顔を見て帰ってきたら、やっぱ神様がそろそろちょっとお天気やろうにしてやろうってことで。それはないですね。それはないんだないんだないんだよねということで、はい、5月の9日はうちの横浜銀杯の、うん、あのフォーティスでやってましたリーダーの、リーダーじゃない、リードギターのジョニーさんの誕生日なんです。おお、でももう今年はですね、ザ・クレイジーライダー横浜銀杯ローリングスペシャルに戻ってますから、はい、ジョニーの曲をかけるわけではないんです。あらまということで今月も張り切っていきましょう、さつきさん。すごいな。いやでも全然大変だったですよね、皆さんね。いや本当ね、大変で、ね、みんなピリピリしてましたからなんかでもちっちゃくまとまっちゃったかなっていう気がするね。本当本当、なんかもう気合が入りすぎてね、もっとぐちゃぐちゃにしてね、なんか新しい。でもほらやっぱね、主人の留守を預かるって感じ。そうなんです。いやだからみんな真面目だなと思った。しっかりやらないと、ここで下手は打てないな。いやそれこそね、銀杯トップ10とかやってもいいなと思ったんだけど。いやでもうちほら、はい、なんだ、歌さんの魅力をちょっと引き出そうかなと思っちゃって、はい、これね、歌さんのさ、実は、ね、アンケートとか取っちゃってね、はい、ちゃん、はい、まあ、同じ芸能という中にいるわけじゃない、うん、はい、ね、落語家さんとミュージシャンみたいなさ、はい、でその中でなんかいろんな、業界のことが喋れたらいいかなと思って、うん、それでいろんな俺質問をね出したの。歌さん芸歴何年目ですか、ね、って言ったら、ね、ちゃんと真面目に書いてくる。36年です。23歳で入門して59歳です。好きな食べ物は何ですかって出たら、質問したらさカレーライスです。特にモネさんのが一番って、お前自分たちの仲間褒めてどうすんの。だから翔さんのその発想がまだ未熟だったんですよ、うん、そう、歌さんを理解してない。そうかそうかでね、令和の今ね、考えてみると昭和の常識ってすごかったなってことありますかって聞いたの。はい、あの人真面目だよね。少し考えさせてください1日置いて、でまたね、LINE 打ってきてね、昭和すごかったな、テレフォンカード、図書カード、クオカードダメそれ引っ張っちゃう。そうだね、そうだね、まあ、そんなこんなでやっぱ大ちゃん勝ちをほっとしてるわけよ。どうもありがとうございました、ね、ご迷惑かけました。熊本九州の話とかいろいろ聞きたいし、はい、ユキもね旅に行ったみたい、はい、俺はほらここのとこもずっと室内競技じゃねえ室内作業で来月に向けてね、そうそうそう、やってますんで、はい、その辺の話とかをもう行ってみたいと思います。新人役さんです。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大ちゃんお帰りなさい。ただいま、うん、今日は地元のお祭りの用意やなんだかんだでリアルに聞けない。アーカイブで楽しみにしてます。そうだね、ゴールデンウィークすごい人ですが、手洗いうがいロックンロールで お過ごしくださいませって。本当にそうですよね。フェスがさ始まったから、そうですね、やっと来たよね。ね、もう俺たちの春が ね、あといろいろ無制限でね、そう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 、制限なしのゴールデンウィーク、スポーツもそうだし、本当3年ぶり、音楽もそうだし、いい感じになってきてるよね。でもやっぱり気をつけてくださいねっていうことは言わないといけないですね。ゴールデンだからね。そうそうそう。弾けすぎてはいけません。はい、はい、タクシーでリュウジさんです、はい。本日の長崎は快晴。おいいね。先日うちの奥さんのあきちゃんが手術を終え、自分の足で入院先の病院から明るく帰ってきました。これの皆様のおかげで、励ましとお力添えのおかげでありがとうございました。よかったね。お疲れ様でしたね。頑張るな。長崎、うん、雨じゃないですね。
うん、はい、晴れなんですね。晴れなんですね。なんかでもちょうど今ほらゴールデンウィークこう晴れてますよね、いろいろあっちこっちね。で、あの晴れてるけど、あの風はちょっと涼しいから、ちょうどなんかこうお出かけ日和みたいな感じでいいゴールデンウィークですね。でも今日からだろ、なんかいいの。俺ずっとちょこちょこ、うん、あのいたけど、はい、雨降ったりとか、車洗車すりゃ雨降るし、洗車すりゃ雨降るし、それは呼ぶんですよね、洗車は ね、 呼ぶんだよね、雨はね、普段ね、行いが悪いからね、うん、でもいいんです、洗車は雨が降った時のためにやってるわけですからね、うん、まあそうですね、はいはいはい、っていうところでもさっとっとで進めちゃった方がいいですよね。はい、お願いします。とっとと進めろっていうのは、うん、曲をかけろそうそう大蔵のね、あの圧力なんですよ。そうそう、先週私ができなかった圧力です。皆さんパワハラですよ顔に似合わず、ね、じゃあ福岡帰りの、あ、福岡じゃねえや、熊本です、熊本帰りの大ちゃんにお届けするわけではありませんが、はい、なんて言ったって5月の9日うちのジョニーちゃんの誕生日です。横浜銀杯フォーティスでお届けしましょう。ジョニーオーライト。By 40s でジョニーオールライトお届けしました。この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季折々のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、大人気の N ボックスやフィット、ステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラー、ホンダカーズ神奈川中さん。心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど、心をより豊かなにするどうしたの、心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして、困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに、横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している我らが勝田メディカルグループの提供で放送させていただいております。ありがとうございます。いい、ありがとうございます。田月の由美さん、はい、大蔵さん、お孫さんと楽しい時間は満喫できました、おかげさまでありがとうございます。本当に憎き心のない一日も早い収束を願いたいですね。その通り、翔、うん、さん、はい、嬉しいご報告。どうした？翔様のバースデーライブのチケットが入手できました。おめでとうございます。6月8日ね、はい、ドキドキワクワク、おしゃれしていかなきゃ、ダイエットしますって、栃木のゆみさんです。頑張ってダイエットしてね、うん、見えないですから、見えるか、いやいや、ちゃんとみんなおしゃれしてくるから、そうですね、そうですね、6月8日、そうなんです、6月8日、丸の内コットンクラブで私のバースデーをやるのを横浜銀杯として、コンサートをやることになりまして、うん、まあ、今回ね、ずっと先週も言いましたけども、あ、まあ、カルテット、要は 弦楽四重奏、バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロが入って、ピアノ、生ピアノも入っての中に横浜銀杯のサウンドがプラスされて、うん、ちょっとおしゃれな、ね、シックな感じですね。そうですね、ちょっとかっこいいな、あの大人な感じをちょっとチャレンジしてみようかな。いや、すっげえ貴重だと思いますね、それ。そうなんでね、なんかね、今ちょうど最初先ファンクラブ先行のやつで、うん、みんなのいろんなお便りとか来てるんだけど、はい、結構ね、外れちゃってる人も多いの。あの、もうフルで入れるんですか、会場は。いや、一応コットンクラブの方で、少し規制はしてるみたいな、人数少ないんで、まあ一部と二部で、はい、分けて2回やってるんですけど、結構みんな外れちゃってるみたいなんですね。なんですけどね、5月のですね、14日ですね、次はあの一般で、コットンクラブの方のね、ウェブサイトから取れることになってますんで、うん、そっちの方に回っていただいて申し訳ないんですけどもね、申し込みお願いします。で、ウェブが苦手な人は、5月の16日から電話予約12時から始まるんですけども、もし本当にちょっと、来てほしい、あ、来た、行きたいなってやつはですね、どうやらちょっとウェブの方でもしかしたら満タンになっちゃうと、電話予約の時にはもう売り切れになっちゃう可能性があるので、知り合いとか若いとか息子とか娘とか誰かに聞いてね、ウェブに、ね、得意な人にちょっとお前これ頭下げてお願いしてくださいみたいな感じでした方がいいかもしれないので、皆さんご迷惑かけますけども、人数決まってますんでね、すごい貴重なチケットですね、ライブやりたいと思いますんで、よろしくお願いします。あの抽選で外れちゃったことね、うん、ごめんなさいね、申し訳ないですけども、当たった人はおしゃれしてきてください。来てます、来てます、はい、ジャスト50レディーさん、はい、皆さんこんにちは、こんにちは、嬉しいニュースが飛び込んできました。6月2日、うん、横浜開港祭にて、うん、横浜銀杯さんのスペシャルライブが行われるっていうこと。そうなの、
俺が言う前にね、もう出てたもんね、会食さんのあれで、あれこれまだ発表前じゃないのっていうんでね、びっくりしちゃいましたけど、ね、開講祭盛り上がりますもんね。第41回横浜開講祭、スペシャルライブと称しましてですね、横浜臨港パークの特設会場ステージで、横浜銀橋さんの、コンサートがあります。コンサートというかね、ステージあります。入場無料です。開講祭自体は昼間10時から、20時ぐらいまでやってますね。一応ですね、7時20分あたりに花火がドーンと上がるらしいんですよね。だからまあ、やっとね、今までねできなかったことがね、少しずつできることになって、でまあ今回本当に横浜市の方からお呼びをいただきまして、横浜銀杯頑張ってライブをやりたいと思います。ぜひ皆さんね、入場無料ですんで集まって一緒に、夏の夜空というわけにはいかないですけどね、6月、ね、ちょっと梅雨入るかもしれないけど晴れるといいですね。そうですね、晴れるみたいですよ。これ本当にギャンブルなんですね、6月かかって。そうそうそう、でも翔さん行くから晴れる晴れる。あ、そうかそうか、そうだね。あ、大丈夫。はい、来るな。絶対来るな。来たらね、本当に雨降ったらすっげー寒いの、冬並みなの。雨降ったら俺ね、大事に電話する。お前どこだ。あれつけてるね、ちゃんと自分の位置どこだか分からない。GPS つけたからね。GPS つけて見張られてる。見張られて、そうそうそう。木曜だから仕事しています。分かんないよ、だってメイさんとかさ、ユイさんにくっつけちゃってさ。おいおいみたいな。地元横浜でギンギンに盛り上がり、その後でっかい花火がぶち上がる、もう最高です。最高ですね。でもね、6月2日は2週続けて幸せな時間を過ごせると思ってたのが使いの馬、なんて8日の翔さんバースデーライブは落選してしまいました。そうなのよ。頭下げてネットで撮ってくださいね。頑張ってくださいね。まだ一般受付もありますね。最後まで秋村メンズにチケットゲットできるように頑張ります。翔さんもライブに向けて体調崩さぬよう、くれぐれもお気をつけください。そうなのよ、もう毎日で体調管理が大変で、なんか寒かったら暑かったりするじゃん。結構ね、一日の中でも寝るとき何着るんだって話だよね、なんか結構寝るとき寒かったりね、長袖にしたりさ、半袖にしたりさ日中半袖なのにね。そう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 、でやべえと思って着たりさ、頭だけ熱いからさ、アイスのつけたりとかさ、そこまでいろいろやっぱ快適な睡眠取らないと。やっぱね、だんだんいい睡眠取らないと、次の日きつい年頃になって、年頃じゃねえか、年齢になってきてるわけよ。年頃ごめんごめんね。はい、うん、そうそう、だからまあね、暑さ寒さね、いろいろ戦いながら、外側で調整するっていう そうね、うちほらエアコンとかないんで。あ、そっかそっか、そうかそうか、俺んちほら寝るとこにしかないわけよ。そうか、そうそう、だから大変なのよ。うちのお客さんがいたのが、もうね、すっごい寒くしてんだって、部屋を、エアコンで、冬並みに、で熱い布団をかけて寝るんだって、幸せだよね。それうちの旦那それですね。あ、そうだね。そうするんだから、あ、もう前もってるから、暑さ寒さの対応しないんだって。ああ、そういうことか。だから寒いように土に寝てるから、土地でハグとかないでしょ。365日毛布ですよ。寒い、そうそうそう。真夏でも。うちは夏はすっぱだかで、冬はすっげー着てるよ俺。四季を感じられる家にする。そうの方がいいんじゃないですかね。いや本当にやばいんだよね、うちね。寒いし暑いし。でもよかったえば、翔さんライブもあるけど、母の日じゃないですか。あ、母の日はね、5月、そうだね、先生、俺5月のカレンダーがここに目の前にあったんだ。今年の5月8日は母の日です。だよ、そう、そんで俺先週だから、翔さんが言ったティーベリーさんの28センチのパフェ食った？いやいや、行ってないですけど、まだ行ってないの、あれ食べてよ、プレミアム。いや、その時に終わっちゃうよ。あれ、終わっちゃうんですか。もう終わっちゃうかな、いちごもうそろそろ本当に終わっちゃうからね。そうそう、やばいからね。ゴールデンウィーク明けにはもう、ティーベリーの人と話したのね。やっぱゴールデンウィーク明けまでですね。そうです、もうだんだんちっちゃいイチゴになってきちゃったからね。だから8日だって、そしたら母の日開けてないよね、ゴールデンウィーク、まあでもほらカーネーションだから。いやもうね、すでにね、マンゴーもねちょっと出てたから、鹿児島マンゴーが出てたから。母はね違うんですよ、何でももらえればね嬉しいんですよ。あ、気持ちが ね気持ちが嬉しいんですよ。俺なんかね、送る花渡したらね、死んじゃってるみたいだからやめてくれって言われた。そうじゃねえから受け取ってくれよって言ってるのに、と言いながらね、もうすごい嬉しいんですよ。いらないとか言って、いやきなこ棒持ってこいってわけわかんない。ティーベリーさんのお菓子買ってちゃんとお母さんのとこ行きなさいって。そうですね、焼き菓子もうまいからね、ティーベリー、美味しいですよ、かわいいね。スポンサーだから言うわけじゃないけど、本当に新物だとかね、あとちょっとしたね、お使い物っていうの、なんていうの、
ってどうもって言った時にお待たせでね、はい、そうそう持っていくものとか困ったらティーベリーがいいよ。確かになんか可愛いね焼き菓子とかもありますし、そう安いのから安いお手頃の値段から、ね、そうそうそうゴージャスなマスクメロンまで、あとケーキもね美味しいのいっぱいありますから、ちょっとお母さんに買って帰ったらいかがかなという、そうそう今年もそろそろ銀杯マカロン出るかもしれないしね。あそうですね、たまにチェックしに行ってくださいね、はい、でそういうことをまたガーデンエクスプレスさんに、うん、うちのお袋のところの庭やってあげてよ。あそれはビッグなプレゼントだね。いいですね。ね、うん、お袋は花とか言わねえからよ、庭整備してやるぜとか言ってね、かっこいい、かっこいいよ ねそれで一括言うね、なんて気が利いた、松沼が来てびっくりしたね。なことございません。そんなことないか、愛想いいです。素敵な方ですよ。ガーディンエクスプレスよろしく。すごいリーゼントで言っちゃう。そう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 。でそれこそ本田カーズさんにお母さん連れてって、車買っちゃえよ。いやかーすごいな、いいなそれ。だっていやその代わり高齢者って、うん、事故起こすでしょ。そうですね、高齢者向きの車ってあるじゃん。ありますあります、自動のね、いろいろ自動ブレーキついてたり、そう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 安全装置ついてたり、うん、大事ですよ。でもでしょ、そういうのをつけに行ってもいいですね。そうだね、だってわかんね、親にしてみたって、うん、つけに行っては無理だと思うんでね、あの、うん、それはもうオプションオプションじゃないからね。あなんかね、でもオプションでつけるやつもあるんですよ、後から。へえー、そうなの。急ブレーキ急発進しないために、はいはいはい、とかそういうのもねあるみたいな、まあ、ちょっといろいろ若い頃には考えられないね。いや急発進するために車を作ってたからね。ワンワンって行かなきゃいけないのに、それをやめろっていう時代が、あのね、親御さんは一人でディーラー行けないから、お子さんはちゃんとついてってあげてください。もうそんなねビーンビーンとかそういう話じゃないですからね。お年も年だからね。わかりましたか。産後感が入るようなやつですね。でそれこそ、はい、それこそだからサバスホールさん、はい、お母さん一緒に連れてって、はい、何言って、事前相談、事前相談、あいいかもしれないですね。えでも本当にそうですって。それはそうなんだ。ちょっと受けちゃいますね。それはそうなんだけど、うん、何もこのね、この明るい昼間にそういう大ちゃんのね話が深すぎるんだよ、うん、大事なことなんだけど、そう大事なことなんですけど、だって翔さんのファンたちってみんな親不孝してきた人ばっかりですよ。そんなことねえよ。ちゃんとみんな一生懸命生きてるんだよ。ちょっと一歩二歩踏み間違えちゃったり、勢いが、ね、つきすぎておっとっとってなるやつはいるかもしれないけど、全開でみんな頑張ってるんだって、みんなそういう目で見てほしくないね。いやその代わりだってそこでまたアクションしない人たちばっかじゃないですか。いやそんなことないよ、アクションしなきゃいけないです。そんなことないですよ大ちゃんさ、はい、やってくれる。サテライトスタジオじゃん私、はい、ね、はい、まあ、本来ほら今度コロナでなければ、うん、ここ の生放送でやってて、うん、ね、ガラス越しの向こうにはあのファンの子がちょっとたまにでも見に来て、うん、あやってるねっていうのを見れるようなスタジオじゃないですか、はい、はいはい、今日はほらゴールデンウィークで、うん、はい、普段来れない人がみんな来てくれて、はい、手紙いっぱい持ってきてくれた。お仙台の恵美さん、はい、大ちゃん、宇田さん、翔さん、ゆきさん、こんにちは。こんにちは。今日初めてスタジオに遊びに来ました。おーいらっしゃいませ。かわいいんだよ。とても緊張しています。お前ら外で緊張してどうすんだって話じゃない。ねえね、手振ってます。仙台来たらほらやっぱね仙台弁じゃない、はい、ね、なんとかなっぺみたいな、あだだね、ね、ね、こけし持ち入りずんだとかね、いろいろね、かわいい仙台の終わりみたいですけど、ね、それからですね、なんとこれだらミニラジオネームミニクイアリノコさん、皆様おはようございます。明日は子供日なので、うん、息子と来ました、ね、今日は翔さんのお好きなそこにきなこをお持ちいたしました。きなこ最後までいます。帰りにパティスリーティアルさんへ寄って帰ります。なんですかこれ。言われすぐ手振ってますね。ご家宝となどあの、うん、マスクちゃんと、あ素晴らしい、持ってきてくれたりとかしてですね、皆さんね、名古屋からも来てくれました。名古屋のヒロです。翔さんこんにちは。初めて FM 戸塚に来ました。えらい、うちらもよく、ね、来る子ね、小田原のヒロ君って言われますけど、はい、これは名古屋のヒロ君、ね、ヒロ君量産中、小田原のヒロ君、小田原のヒロ君も来てくれますけどね、今日は名古屋のヒロ君ね、はい、今日は翔さんに会えて嬉しいですって、うん、会う前にこれ返したと思うんだよね。手紙の時間だと思うんだよ ね、 ねで、これもしまあ俺来ないってことはないけど、でもなんかファンの気持ち嬉しいよね。で渡してもうほら妄想で会った気になった感じでさ、ね、で会えて嬉しいです、あもうじゃあ言葉で言ってくれっていう、ね、感じなんだけど、名古屋のヒロ君、名古屋のヒロ君、名古屋はさゆっきも言ってたんでしょ。そうなんですよ、昨日名古屋って言ったらシャチホコじゃんよ。そう、金ピカ金ピカ、なんかシャチホコの湯っていうさ、お風呂に入れる金ピカのものをゆっき買ってきてくれて、そうそうそう、後ほどその話しますけど、
やっぱね俺ね最近ハマってひつまぶしなのよ。あひつまぶしのねひつまぶしの里っていうふりかけがあってふりかけかわいい。これかけたらさもうひつまぶしなわけよ。違うだろちょっとカリカリしてるけどね。違うだろって話なの。あとねほら味噌カツ。あー大好き。あのさ最近あの皆さんのいろんなね、うん、カチキというものありますけど味噌つけて味噌カツつけて味噌かっこいい。これも昭和っぽいですね。味噌ってもういいよね、うん、そこが味噌みたいな感じでね、うん、減塩 25% やって味噌みたいな ね本当に、まあ、みんなそういうプレゼント持ってきてくれながらも手紙を添えてやってきてくれてます。ありがとうございます。そして小田原のひろくんも来てくれてますね。以下以上他たくさんに。あ小田原のひろありました。翔さんこんにちは。お久しぶりです。いつも小田原から来るんだあいつ。すごいかわいいかわいいメモ帳に、いつも元気もらってます。何にでも合うマヨネーズマヨネーズって何にでも合うんじゃないですかもともとくんマヨくんマヨおつまみ風な一途な海苔天です。よかったら食べてみてください。マヨネーズって何でも合うよね。なんかいろんなものがありますね。あるねユッキーにねアドバイスしてあげる。翔、はい、さんの話をバズッと切んないと、はい話こうそらされて、ね、持ってかれちゃうとなるからね。元に戻しましょうよ。クーちゃん来ました。翔さん皆さんこんにちは。いつも元気パワーをありがとうございます。横浜銀杯ファンならゲットしたくなる言葉がありますよね。バリバリ。そうです。バリバリに続いて見つけました。銀杯ファンならゲットしたくなる言葉ザ・クレイジーです。ということでザ・クレイジーピーナッツたくさんのアイデアがあるから皆さん勝手にイメージを伝えてよかったら受け取ってください。受け取りました。ありがとうございます。くーちゃん以上です。絶好調ですね。スタジオにお返しします。いやだから何それこそサバソウルさんに相談行ってって、うんうん、母の日話をしてたんだよね僕ね。そう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 。でそこで言ってなくてカサさんに振ってないんだよね俺。そうずっと私待ってたんですけど。途中入っちゃった。そうじゃ持ってたね。カサさんメディカルグループはですね、なんとですねこの番組、うん、初蔵出しのお知らせがございます。すげえ。先ほど、社長からの命令ですね。母の日スペシャルと称しましてですね、5月の9日から14日までお母さん自由診療1000円引きをするそうです。お先ほど決定しました。お母さんお母さんならどなたでも誰でもいいわけ、はい、若いお母さんでももうお母さんって年取ったお母さんあの条件は、うん、あの事前の予約の時か、まあ、その場の受付で、うん、お母さんですと申請してくださいという自己申請しろと自己申請、まあ、そしたらプレゼントの場合はプレゼントはですね他の、ね、あの部員の方でもいろいろやってまして針500円引きとかそういうキャンペーンをやっているのとともにですねあのうち回数券というものがあるんです。で、まあ、10回分の、回数券があるんですけどそちらなんかをねお母さん疲れ日頃ねお疲れのお母さんにあのプレゼントされても喜ばれるんではないかなと思います。お母さんに美顔なんだっけ。はい美容針も、今割引やってますので、部員のねいろいろあのこちらの、ホームページ等々でチェックしていただければいいかなと思うんですけれども、近場で言えば戸塚のアピタ店のね光の整骨院は5月中は、美容針とあと普通の全身のね針治療は500円引きで行っておりますのでお母さんにお母様にあの予約をしてあげてねお母様に、うん、あのプレゼントというのも粋ではないかなと。お母さんいつまでも綺麗でいてねということで美容針をプレゼントとかねちょっといいですねやってもらいたいな。一応気持ちっていうのは大事だよっていうのもあるけれどやっぱり形にしてもらった方が嬉しいは嬉しいよね、うん、まあそうですね。まあでも言ってもらえるだけでも嬉しいんだけどね。もう、うん、ユッキーだと母じゃんよ。そうなんですよね。何してくれるんだろうね。何もないですね。スルーですね大体。まあ期待しちゃいけないね。そうなんですよ。でもねあの家族が仲良くなるチャンスでもあるからね。はい。いつ気づくかな。そうあのもうちょっと年重ねたらね、うん、お母さんの偉大さを分かってくれるかなと。そうなんだね、待ってるけど何年経つの。でまたそれこそ自分の子供にくれないって今のユッキーじゃないけど、うんうん、はやっぱり自分が母親にやんなきゃいけない話であってでしょ。そう自分がもらう側もあるし、うん、あげる側でもある話。そうなんですよ。それを意識しなきゃダメだよね。私はもうあの絶対、まあ、今自分の母親はねもう亡くなってしまいましたけど、うん、あの主人のねお母さんにも毎年カーネーションは送ってます。でも亡くなってもさ、うん、できることっていっぱいあるじゃん。まあお参り行ったりとかもねできますし、うん、直接できなくなっちゃっただけでね。そう花持ってね、うん、もういつも飾ってあげたりとかさね、あの写真に話しかけるっていうのもあるしさ、俺なんかもう毎日してるよ。毎日母の日だ。毎日母の日
ババア元気かみたいな。こらこらだってしょうがないじゃん、昔からババアなんだから、ね、そういう口の使い方はいけないですよ、皆さん真似しないようにね。模範なんないと。そうね、模範なんないですね、はい、そうね、うん、無理無理。模範といえば俺あれなんですよ、うん、来週前にも先週言ったけど、先々週言ったけど、骨髄バンク、そう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 、あれの俺ドナー候補になりまして、ね、来週だから採血健康診断しに行ってくるの。あ、今だから酒やめてるらしいよ、ね、すごい、ちゃんと禁止中、誰かのために、すごい、誰かのために、すごいよね、誰かのためにさ、俺なんかやりたくてももうできない年になっちゃったっていうね。54歳がもう定年だからね。そう、俺だから最後なの。もうね、協力できる方はぜひね、ドナー登録していただきたいですよね。でもやっぱりさ、当たり前って、自分のその、これすごいなと思うんだよね、大ちゃんのそういうところがさ、うん、言ってる、でも言ってるだけじゃないからね、まあ、普通のことなんだけど、うん、だけどそれをなんかちゃんとなんか取り組んでるっていうところに ね、 そうですね、一応ね、前岡の後輩としてね、俺はね、一目置いてますよ。ただのコーヒー屋じゃないよ、うん、でも本当は今禁酒って言ったんだけど、その前は原酒だったの、減らそうって思ったの、ダメダメ、はいはいはい、って言った時に、うんうん、たまたま仲間が白血病になっちゃって、うん、ららそれ見た瞬間に SNS でアップしてたんだけど、うん、それ見た瞬間にこんな原酒って言ってちゃ、うん、ちょっとふざけてんなと思って、うん、じゃあ禁酒だって本当に気持ちでやれたのね。もうどのぐらいされてるんですか。いくつ、1週間以上、うん、でもそう、結局だから何、遠くの話だとやっぱり原酒って緩く考えるけど、身近になった瞬間に本気になるって、その自分もまた恥ずかしくなっちゃって、分かるな、分かるけど、でも正直なとこだよね、ふと気づく、自分のところに降りかかってるときにあって思ったり、仲間がしたときにもっと真剣にって思わなきゃいけないっていう、ちょっとなんか緩い気持ちだったっていうのに気づいたときに、でもそれをちゃんと受け入れてさ、大事さ、切り替えるっていうことがやっぱ必要だって、人間誰しもみんな失敗するんだもん、うん、勘違いしちゃったり間違えることもたくさんあるわけだから、うん、それをなんだ受け入れてね、 その後どうに動くのかっていうね、その失敗がどうだったとか言うんではなくて、その後それに対して君はどうやって動いたんだっていうことが俺大切だと思うんだよね、うん、じゃあババアって言ってこの単語いけないなと思ったら、お母さんって変えなきゃいけないんですね。そう、でも照れくせえからまた言うわけね、一応模範なる仕方なんですけど、チョウさんはね、だあのな愛しのババアなわけ、いいですね、愛すべきババアなわけ、愛情のね、そうそうそう、そうだから本当にね、54までなんだけど、もしも興味ある方はちょっと、うん、骨髄バンクドナーっていうのをちょっと登録してほしいなとか、ね、ちょっと調べてほしいなと、ね、なんか骨髄バンクがちょっとできない人とかはそういう献血とかね、いろいろやっぱりあるじゃないですか。あとね、骨髄バンクはね、うん、もう体的にダメだったらお金的に支援っていうのもあったりするんだよ。へえ。いやもうね、あんまお金ない団体みたい。だから交通費とかもタクシー代とか交通費くれたりするの、うんうん、それ患者さん負担なんだよ。ほんとほんと、そうなんですね。だから俺来週この番組終わって行くんだけど、現地で行くから、あ、いりませんって断っていた。だからそういうのもちょっと興味で、いろんな情報あったら、結構近くでできるものなんですか。選べるのも、病院もなんかも、行けるとこどこですかって言うから、やっぱそうやって動いて自分で調べるっていうのね。そうですね。そうだから大ちゃんはいつも動きましょうって言ってるけど、うん、本当に自分でも動いてるから、だから言ってられるしね。そうそう、お前ら動けよってね、うん、口だけじゃないぞと、うん、だからチケット外れちゃった方も、だから日頃ちゃんとゴミ拾いとかなんかすると、もしかしたら当たるかもしれないから ね、 なるほどね。でもゴミ拾いしててもお前さ、ずっと大丈夫、雨ばっか降ってんじゃん。普段行いがいい人は晴れるんだよ、ここぞっていう時に。そうだ、あれ、それなのにさね、さあ、わでかよわでかよ。ゆき何名古屋行ったんだって。そう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 、そうなんですよ。まあ、ちょっと日帰りでね、うん、やっとね、やっぱりこのコロナが解禁されて、うん、3年ぶりに息子の試合を生で見ることができまして。息子さんは何のスポーツをしてるんですか。はい、バスケットボールをしております。バスケットボール、はい、今日ねバスケットボールの話もしたいなと思ってるんですけど、うん、時間が許せば。大丈夫大丈夫、行っちゃっていいですか。どうぞ。先週もねちょっとお知らせしましたけれども、はい、横浜のプロバスケットボールチーム、横浜 B コルセアーズ、はい、先日に4月の29日30日に最終節ホームのね、うん、試合が最後となりまして、はい、29日私も参戦してまいりました、うん、この日は勝ちました。おめでとう、おめでとう、もう素晴らしい勝ち方をしたんですけど、うんうん、まあ、今
B リーグの中の、ね、チームが全部で22チームありまして、はい、東と西に分かれてます、はい、で東の方の、11チームのうち横浜 B コルセアーズは、8位なんですけれども、うんうんまあ、21勝34、頑張ったよ、はい、でもいやでも頑張ってます、うんうん、今年はですね、うん、あのルーキーの川村優輝選手がもう頑張ってくれてますね。そうそう、やっとさこうあの何あの、はい、ベッキが出てくるのが来たからね。そうなんですよ、そう川村選手は高校の時からね、うん、すごくあの注目されてる選手で、うん、まさか横浜に来るとはというような選手なんですよ。それを言っちゃダメよ。いやもう本当にもう どういう意味もうすごいすごいもう天才的な選手で、うん、で今あの東海大の方に進んだんですけれども、うんうん、彼は今年ですね実は大学を辞めました。辞めてプ プロの道を目指すことにしたんですね。おもうそれも次のオリンピックを目指すためということで、その頑張るで 来期も、横浜で頑張ってくれることをもう約束してくれたので、うん、横浜で頑張って、オリンピック選手を目指すと言ってくれてます。もうなんて言ったらいいの、もうね口ではちょっと表現できないんですけど、本当素晴らしいプレーばっかりなんです。あのどんな選手とか教えて、身長とかさ、はい、ね、山口県出身の選手なんですけれども、うん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 、身長はねそんなに言うほど高くないんです、ね、172センチなんです。そうでしょ、の21歳。最近はさ、うん、あのそれぐらいの身長でもね戦える富樫とかさね少しずついたけど、やっぱそれでもそのスピードとセンスでなんか昔柔道のねその体のでっかいやつを小さい人を倒すみたいな話があったじゃない。そうそうそうな でも結局プロになったらさあの重量で変わってるからそれは行われないんだけど、でもたまにほらこの間も柔道やってたけど、うん、あの全部の階級があのトーナメントで当たっていくって、ちっちゃい人でもやっぱり最後は大きい人負けちゃうんだけど、でもそういうものの部分でいうとバスケットボールとかバレーボールってやっぱ背の大きい人じゃないと、はいはいはい、ね、太刀打ちできなかったものが、うん、やっぱ日本人のそのなんだろうな努力とその敏捷性、器用さとね、うんうん、そういうのでこう今素晴らしいスーパースターが出てきてるから、はい、今まさにその彼は素敵だなと思うんだよね。もう全体的に若がれましたから ねもう本当なんかね息子たちなんですよ、本当に年的お母さんもうお母さん目線で見ちゃってますけどね、もう本当にあのなんていうんですかね、もうパスが素晴らしいんですね彼は。あと小さくあの本当にもうあのキレキレのドライブで攻め込んでいったりとか、うんうん、本当に魅力的な選手なので、これはぜひあの生でそうだね、見ていただきたいので、来期 ありますのでぜひとも、ま、横浜 B コルセアーズ応援していただければいいかなと思います。来期っていつから始まるの？来期はまた秋から始まりますね、あとね残るところ2戦なんですけれども、5月の7日8日に、アウェイで新潟戦があります。それでおしまいです、はい、バスケットのシーズンってあんまり微妙に分かんないよね。夏を挟んでね前後ですよ。夏が終わったらバスケットが始まって、はい、夏が始まるなっていう頃に終わっていくんですね、はい。そう夏、うん、この、プロの方が終わると今度は3人制の、うん、シーズンが始まって秋まで、でそこからまたプロが始まっていくみたいな感じですね。5人制が始まって、バスケットってさ恋に似てるね、恋にその心は素敵なパスを送りつつダンクみたいな俺もバスケットボールみたいな恋がしたいぜみたいな。そう皆さんねやっぱりあれなんですよね、うん、あのバスケもバレーもそうなんですけど、うん、展開が早いんですよ、サッカーとか野球と違うので。そうね、うん、あ、じゃあダメだね恋になっちゃったらね、展開早すぎちゃってねドキドキしちゃうのだからそうぜひね生で見ると本当にあもうなんかこうハマってしまういいよね、競技だと思いますね。でそれこそ何あの応援のチアリーディング、はい、今年もてかね最後もね、あの翔さん大好きな、はい、横浜 B コルセアーズのね、はい、応援団であるチアリーダー B ローズ、はい、もう健在でございました。かわいいの、ね、どんどん変わっていくからね。そうなんです、あのいいなと思った子が、またこう新しい子入ってくるとそうです、ね、いなくなっちゃったり、ね、寂しい時もあるんだけど、チェンジとかいいんですか。いやよくわかんないそれ違うお店やっぱねみんなね本当どんなに辛い時でも笑って応援してるっていうチアリーディングを、なんだろう、誰よりもね諦めてないです。感動するよね、え、だって選手の一部なんでしょ。そうです、そうもちろんですよ、はい、俺ねコラボしたことあるの。あ、そうですね、で、はい、でね俺の周りをついてきてくれとダンスしながら、はい、で俺のことをうっとり見てくれって注文出したのもうね後でビデオ見たけどね、本当もう俺にうっとりしてるの、ね、サービス精神旺盛な子たちなんだね。そうなの、で終わってお疲れ様でしたってみんなピッと帰っちゃったけどねあれは演技だったのかと思って、でもダンスしながらうっとりついてきてって言ったらねすごいのよ。そうあのね横浜のねチアは、うん、あの特にあの他のチームのチアと比べて質が高いというかね、うん、あの本当に美人さんが揃ってるんですよ。それは自分のいや本当にこれはもう言ってます。それはあ、そう、チアリーディング大会あったらいいよね。あ、
そうです ね全国、うん、まあ、でも今ほらあのアカデミーといってあのバスケットもそうですけど、うん、あのチアリーダーも横浜は、下部組織といってね、うん、あの子どもたちのチームもありますから、うんうんうん、あのそういう子たちもね応援していただきたいなと思います。ビーコステアーズ海賊ですからね皆さん、はい、海賊軍団頑張ります。横浜の海賊だぜ。本当もう本当かっこいいんですよ。ぜひ見てください。なんか今日俺キャラおかしいな。なんだろう、遠くからみんなファンの子たちが来てるからなんか緊張してんのかな俺も。ああすごい人数ですもんね、いつもと比べてね。そうそう、ちゃんとあの皆さんソーシャルディスタンスを守りながら、ね、はい、楽しんでてもらいたい。やっぱりこのいいね、休みの時にねちょっとみんな会えるっていうの。それであのほら会場がごめんなさい元に戻るけど、うん、はい、会場があの横浜武道館だったんです。あ、横浜武道館ね、はい、俺の大好きな、うん、あの神奈川、横浜のバスケの聖地って横浜文化体育館なんですよ、うんうん、いろいろあの、ね、学生のね、うんうん、決勝とかが行われるので、はいはいはい、あのスラムダンクとかにも出てくるんですけど、うんうん、今工事中なので、うんうん、そうそうそう、お隣に横浜武道館というのができたんですよね。で武道館が1階で2階がアリーナになっていて、その2階のアリーナであの開催されたんですけど、あの後でねフェイスブック見ていただければと思うんですですけども、はい、いやすごい会場になってましたよ。あ、そう、あの NBA みたいに、うん、あの真ん中に、うん、あの画面があるんですよ。すごい見やすいし、まあ、なんもうとにかくかっこいいんですよ。とにかく体験しなさいね。ユキ興奮してます。もうねバスケはかっこいい、もう、うん、はい、バスケットボール、はい、というわけで息子のバスケもね、うん、あの昨日勝ちまして、やったね、もう日帰りで行って帰ってきたらもう疲れちゃった。ヘトヘトなんですけど今日。リックさんからメール来てるよ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日の八丈島は超久しぶりのピーカンの気分で最高です、うん、いいね、天気の良いこのチャンスにスイカちゃんの手入れに行ってきました。スイカちゃんだって苗植えてすぐ雨になったでしょ、うん、そう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 、ユキさんのような太陽の光をいっぱい浴びて嬉しそうにしています。ありがとうございます。うまいこと言うね。ありがとうございます、ね、もういやでも綺麗でしょうね、海とね空とね。そうだね、スイカとね、スイカとね、うん、ってことでユッキーさんに癒されながら最後まで楽しませていただきます。リキさんって八丈島天気だよ。いいよ、みんな全国的に晴れなんだ ね、 ね、なんか沖縄の方からちょっと雨来てるらしいよ、うん、まあ、そろそろ梅雨入りかってね、そうですもんね、うん、はいはいはい、すごいな。さあということでそろそろ曲の方行きましょうかね。そうですかね、はい、もうすぐ夏がやってきますね、はい、ちょっとこのみんながさ、ゴールデンウィークもあったし、うん、少し旅行とかも行けるじゃない、はい、で後輩にさ、はい、ちょっと旅に来てるから、うんうん、安いチケット探せよって言ったらなんとね、石垣島、うん、往復出たよ、はい、1万1000円だよ。安い、ね、すごくない？すごい安いなと思ったらね、日帰りなんだよね。ほう、朝の7時20分の成田を立って向こうに着いたら、はい、滞在時間7時間、いや十分、うん、で夕方の便に乗って帰ってくんだよ、うん、成田に、はい、あでも安、ね、要は日帰りの石垣島だよ、はい、うん、いけそう、 そうホテルも取らなくていいわけだよ、はいはい、ね、でホテルも取らなくていいってことはもうその1万1000円と、はい、あと買い物のちょこっと ね、 そうですね、あとあの交通費でね、うんうんうん、成田エクスプレスの時間調べたんだよ、はい、こっちから出てるから、はい、ね、始発乗ってもね間に合わないのその便。ね、ダメじゃんって話になって、車で行く、で、ね、で車で行ったらさヘトヘトじゃんよ、ね、帰りね、から車で慣れて行って行っついて、ね、海で遊んで、それで、まあ、でもどうしようか、それでも行きたいねって盛り上がってね、じゃあ一応6月だから、うん、6月の天気を見てみようと思って石垣の6月の天気を見たの、はい、全部雨なのっていう話。あ、安いには理由があったんで、今、ね、格安のチケットいっぱい出てるみたいでね、皆さんチェックしてみたらいいと思います。ということで夏はもうすぐですね、横浜銀杯ブチ切りサードからお届けしましょう。愛しのシーガル、カモメだよカモメだよ。この番組は真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばの清水公益社サバスホールさん、戸塚区戸塚町をはじめ関東関西に展開している植木屋ガーデンエクスプレスのベテラン庭師の松沼さん、四季お料理のフルーツや甘くてジューシーなフルーツケーキなどが揃う老舗果物専門店ティーベリー豊田屋さん、大人気のエンドボックスやフィットステップワゴンなどでおなじみの正規ホンダ四輪ディーラーホンダカーズ神奈川中さん、
心からくつろげるひとときや本当に美味しいと思えるひとときなど心をより豊かにする活動を行う JT さん、そして困ったときに来ていただければすぐに治療ができるをコンセプトに横浜市内に5店舗の接骨院整骨院を展開している勝田メディカルグループ、ゴールデンウィーク中も光の整骨院は、診療中です。以上の提供でまだまだ放送させていただいております。はい、ゆきありがとうね。ゴールデンウィークって10連休の人とかもいるよね。そうなんですよね。でもなかなか10連休は取れないよね。周りがね、すごい怒られそうですよね、周りから。いやでも知ってる？俺2連休先週しました、はい、十数年ぶりだよ、2連休。そうだよな。そうですよね。ラジオ休まないもんね。本当だって休みの日にはラジオでしょ、だってしょ。本当いつ休んでるんだって毎回思いますよ。いや、水曜日の午後でもそれも散歩させてるし ね。そう、あ、メイさんとユウさんはどうされてたんですか？いや、仲間に餌あげてもらって、あ、でまた調子よく雨だったからね、おとなしくしてたし、うんうん、あ、そっか、お散歩無理だもんね。そうそうそう。でもなんかやっぱりそのなんだろう、今日休憩するっていうかさ、自分の時間を作るっていうのはとても大切なことで、実は、うん、息抜き必要、ね、うん、で、あの時間は有り余ってたわけじゃん、このコロナでさ、はい、あの出られない分はあるけど時間だけが残っちゃったりとかしてる中で、やっぱり普段の生活っていいんだなっていうのがやっぱね、改めてね、改めてね、思いますね。思えるよね。しかも今日みたいに天気がいいとさ、ちょっと出かけたくなるよね。そう、出かけなきゃ、だからこもってっちゃダメ、ね、家に。でもしっかりコロナ対策はしてくださいということで、そう、ね、そういえば大ちゃんあれですか、あのお孫さんはやっぱり鼻の下伸びちゃうんですか？かわいかったね。いや、そいや、その代わりね、天草行ったのね、熊本でも、はいはいはい、天草って、うん、それこそホテル行ったら、うん、玄関先に締め縄がかかってんだよ、知ってる？知らない、知らない。なんで？あ、だから隠れキリシタンがいたっていうあれがあるから。天草はそうだね、天草城ね。だから、なに、うちはキリスト教じゃないですっつって締め縄飾るんだって、うんうん、そういう習慣があるんだって。そういう方向にね、目がいっちゃうの。うんうんうん、何これ何これって言って、あ、もう脳みそなんかぐっちゃぐちゃ。でもさ、その旅もだからそういうとこいいんだよね、うんうんうん、日本でもね、いろんなとこ行ってさ、俺も全国行くけどやっぱりさ、会場から家の往復だから、はい、いろんな素敵なとこ場所は行ってるけど見てないことが多いから、ちょっと羨ましい、そういう時間欲しいなと思うね。だから日帰りで石垣島行きたいわけだよ。なるほどね。でもやっぱりそういうほら、旅先でいろいろなものに触れて刺激を受けるってすごく大事ですよね。感性磨けるよね。うん、みんなお孫ちゃんいいな、私も早く赤ちゃん可愛いの抱っこしたいな。いつになるんだろう。ね、あ、子供作りて。違います。まだ大丈夫なんですか？いや、今日はファンの方が来てるから。まだ昼間だしね。お便りいただいております。田村さんから参りました。翔、はい、さん、皆さんこんにちは。やっと晴天が続くようになったゴールデンウィーク後半は、今年は暦通りのお休みで、うん、連続休みは 3,4,5 の3日間のみです。うん、ね、昨日は娘も仕事、次男も友人と秋葉原へ、うん、夕食の支度をしようとしようにも誰も帰ってこない、うん、気象誰もいないのかと、1日かけて台所のカウンターの掃除をしてやるぜということで、わかる。去年の、今頃息子からもらった、ネスカフェバリスタ、置く場所がなくずっと放置されていたのを今日やりました。やっと確保しました。これでやっと好きなコーヒーをいい香りを立てて部屋中にまき散らしながら飲めるバザーイ。わかる、すごいよくわかる、ね、誰もいないからチキショーって、ね、あのみんなが散らかしっぱなしのところ全部掃除して、ね、ずっと置きたかったバリスタを置いてコーヒー飲んでるそうですよ。いいです ね、 いいですね、優雅ですね。でもそう、その日常をちょっと変えるっていうのもそれも自分にウキウキしちゃうよね、うん、そうですね。でも、まあ、さ、このゴールデンウィークに掃除しなきゃいけないってのもちょっと悲しいけど、うん、でもここチャンスと思って優雅な時間が持てるならそれもいいよね。ちょっと部屋の模様替えするとかね。そうそう、モネさんのコーヒーもいいけど、うん、ね、ネスカフェバリスタで家でちょっとね、いいんです、あの飲むのもそれはコーヒーのね、たしなみ方は大事じゃんな、うん、はい、あるよね。もうとにかく楽しんでればいい、うん、だってもうそれこそね、うん、人生一回しかないんだからね、楽しむしかないじゃん。そうなの、そうなの、大蔵いいこと言うよね、いつもね、うん、ね、骨髄バンクね、あといろんなドナーになるのもさ、本当に周りで結構困った人たくさんいて、年取ってくるとやっぱ周り増えてくるもんね、移植待ちの仲間が増えてきたりだとか、白血病の話もよく聞いたりとかして、やっぱみんな病気に対して敏感になってくるからさ、60過ぎるとね。だからまあ若いやつら、俺たちのファンの40代50代のファンのたちもやっぱ俺らが冗談で言ってるけど、やっぱりもうすぐそこにだんだんこう、うん、
ね、力がなくなってくる、普段 の,、ね、あの健康管理が大切なんだってことをなんか遠回しに教えていきたいなっていうのがあるよね。あやっぱきついもんだ、さっき冒頭で言った睡眠の話もそうだけど、はいはい、やっぱいい睡眠取らないとね、やっぱね、まあ、体が疲れる、ね、なんか昔よりこう回復力が、うん、ね、衰えてくるじゃないですか。全然ないのよ。でもやっぱほら、ね、それをなんか余裕であって生きたいのがロックンローラーだから、それを頑張るためにもやっぱその余裕をね、ちょうどほらもう実の兄のランさんが今ちょっと体調崩してるから、はいはい、やっぱそんだけ強い人でもやっぱ弱ることもあるっていうことをなんかちゃんと、ね、正直に真正面が受け止めながら、うん、これ俺もちょっと健康管理しようかなとは思う。そうだから、それが恥ずかしいならかけていいじゃないですかね。かけて一生懸命やってればいい話で、さすがに見せる必要なくてね。そんな感じいいのもあるよね。逆にこう公言しないとできない時もありますよね。ある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 よね、うん、でも1年で終わっちゃうからね、左利きになるっていうのも ね、ダイエットとか、ダイエットとかもそうだけど60歳の時にね、吉祥さんね、ありましたね、そういうのね。あれからもう3年、もうすぐ4年が経ちます6月来月俺64ですからね、もう無視できねえぜみたいな感じ。そうだ、タイムマシンないから戻れないから、常に前進むために努力していこうよ、うん、後悔しないようにね。そうですね、そうな、でもタイムマシンあっても昔には戻らねえな。なんか人生終わるときに、うん、あー楽しかったって言って行きたいじゃないですか。そうだね、でも痛い痛い痛いって、ね、痛い痛いって嫌なんだけど、ね、そう思ってるけど、でもあのなんだろう、それもまた人生と思うように。いや、またでも人生終わりそうな時にちゃんとその前もって、うん、サバさん連絡しといて お願いしますって電話とかに、ね、まあ、そこは現実的なんですよ本当に、必要なことなのでね、契約してればいいんだよね。そう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 、うん、そうそう、でもできるんですよね、自分の式をこういう風にしてほしいっていう風に。そういう相談は本当に乗るから、うん、で予約っていうのはできないかもしれないけど。ていうか俺が死んだら大ちゃん連絡しといてよ、サバちゃんに。はい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 、うん、どういうのやりましょうね。なんか俺はなんかそのなんだろうな、宇宙に旅立つみたいなね。あ、そっちですか。そうそうそう、俺の葬式だからスパイアスクロックのかかるから。あ、俺駅前で最後に行ってきまーすって。あいいですね。でほらキャデラックでっかいやつのね、あの霊気車でね、行っちゃうから行ってきますか。あ、いいですね、あ、いいですねそれ。あ、それいいね。俺駅前でコンサート開いてくれる。イベントばっかやってたから。なるほどなるほど。あ、大豆を死んだらやってやる俺が。追悼、うん、コンサートお願いします。そうそうそう。戸塚は今日も雨って言ったら。え、ユッキーどうする？どうしましょうね。どうしようかね。まだ若いかな。まだユッキーは若いもんだって。どうなんですか、ね。30代だよ。え？ええ、ね、あ、まあ、そういうことにしときましょうかね。そうだよ、先週から30代になってんだからでもそう、本当に後悔しないね、このゴールデンウィークもね、うん、ちゃんと安全確保して楽しんでもらって、ね、家でこもってちゃダメと。いやでも俺ね、本当今ねライブの練習でねずっとこもってる。おう、いやだってそれだって弦楽器とって新しいことチャレンジしてるじゃないですか、うん、新しいことですよね。いやだからそれでもやっぱコンサートマスターをほら、うん、いろいろやらなきゃいけないことがあるから、うん、そのイメージ膨らましたり、うん、どんなのだ。でもこんだけ天気がいいと ね、また、懲りずに車の洗車と、うん、ね、なんかあ、だんだん暖かくなってバイクでも乗ろうかなと思って。いいですね。なんでガーデニングじゃなくて何でしたっけ？え、ベランピング？そう。そう。もうすぐ俺ほらベランダで焼かなきゃいけない。そうそうそう。日の行かなくても真っ黒になる、ね。和風の家でね。悪かったね。和風の家なんで。え、雑草大丈夫なんですか？大丈夫です。もうすぐあの松沼が来てくれて、多分今日チェックして、なるほど、いつ頃紅葉かなみたいな感じになる。なるほどなるほど。はい、だって結構もう生えてきちゃってるもん。もうだいぶきね生えてきますね。あ、そう、俺毛虫に刺されてそれで。あら。やっぱしね、松本さんとのがいいですよ。そうですね。というところで、大ちゃん、うたさんの人生楽しみましょうでした。また来週まで皆さん、バイビー。